11日土曜日の全国の天気をお伝えします。予想天気図を見ていきます。天気図上には描かれていませんが、北日本方面にはシェアライン、そして上空寒気の影響や湿った空気の影響によって広い範囲で雲が広がり、すっきりしないお天気となりそうです。では各地のお天気をアイコンで見ていきます。西日本や東日本、曇りアイコンが優勢となっています。特に九州では雨が降ったりやんだりのお天気、一時的に雨の降り方が強まる恐れもありそうです。また南西諸島、那覇でも雨アイコンが優勢となっています。本島では隙間から日差しが届くタイミングもありますが、雨の降りやすい天気へと変わっていきそうです。こちらも降り方が強まる恐れがありそうですね。その他、近畿エリアや中部地方に関しては雲の隙間から日差しが届いていきますが、雲も多くなっていきそうです。東京でもにわか雨の可能性がありますので、外出の際には折りたたみ傘があると安心です。また北日本、こちらは日本海側、そして北海道でも日差しが届くところが多くなり、穏やかな空となりそうですね。太平洋側、南部、太平洋側の仙台周辺では雲が広がり、すっきりしないお天気となっていきます。気温を見ていきますと、前日より気温下がるところが多くなります。ただ東京も28度予想となりますので、西日本、東日本を中心に昼間は汗ばむ暑さが続いていきそうです。北日本、札幌でも気温高いですね。27度の予想。ただ朝晩は気温が下がっていきますので、1日の寒暖差にお気をつけください。以上、全国の天気をお伝えしました。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。